加藤さんは実はこれに対するコメントをまだしてないんです、はい、これちょうど取り上げられた日のスッキリ、加藤さん夏休みでお休みしてるんですちょうどです。よく知ってんの。解散するにあたって加藤にも電話したんです、うん、その発表前にで、いろいろわー喋りながら長々と喋って、うん、明日もスッキリとか大変やと思うけどごめんなって言ったら、うん、俺出ないですよ長々喋った時間返して言う電話いっぱい説明したのに気を使ってね。でも結果は喋ってないんですよね、うん、加藤さんも無関係ではないと思うから、うん、これはやっぱ聞きたいっていうか。いいですよ全然、うん、何から喋ります。その、うん、何から喋ってもらえばいいかが全くわからないです。蛍原さんは本当に腹立ったんだなと思う、うん、なるほど、うん、分かるんですよその気持ちも。腹立ちますもんやっぱり、うん、そうなんだ。何してくれてんだよと思いますし。何に腹が一番立ったんですかね。先に YouTube 始めたりとかっていう言葉がね、うん、出てきたりとかはしてますけど、はい、やっぱりこいつとはできねえっていうところまでなっちゃったんでしょうね、うん、宮迫さんがそうさせた、うん、とやっぱり結局宮迫さんが悪いのかなと思いますよ、うん、そうさせたんだもん、うんうん、蛍原さんにそういう気持ちに、うんうん、すいませんね宮迫さん。いやいやいや、それはもう自分自身が一番思ってることだから。30年以上の付き合い完全に俺指導だから、うん、やっぱりどっか自分の方がちょっと上の意識はあったから、何決めるにも最終的に俺やったし、そこに何かを相談するとかいうこともほとんど少なかった。その感覚が最後まで、ま、自分がやらかして大変な思いをさせてしまっているのに、またそう自分の中で決めて事後報告みたいなことをされたら、それは怒るよね、まあ、改めて後で自分で冷静で考えたら、うん、それはそうだわと。いくら長い年数コンビでやってたとしても、逆の立場やったらもっと早い段階で俺は解散してるやろうし。なんでそれをもっと早く気づかないんですか。うん、アホやったんだな。でもそこね、それが宮迫さんか。ちょっとつ申しにもうこれやんねやと思ったら、もう誰に何言われるかやってしまうのよ、ね、俺は残念だなみたいな感じありましたよ。解散さえしなければいつかどっかでできるかもしれないのにみたいな、解散なんかしなくても仕事しばらくしないみたいなのができんじゃないのみたいなの思ってたんだけど、でもやっぱ蛍原さんの気持ちにしてみたらそれはもう絶対だから、本当に嫌だったんだなと思って。だからもう長い付き合いで分かるから、あいつの口から解散っていう言葉が出た時点でもう終わりなんですよ。あんだけ我慢をする蛍原さんが決めたっていうことですよね。そうそう、で頑固な人でもあるし、うん、お二人が以前宮迫さんのチャンネルで対談した時は、うん、解散するつもりはないし、その話もないっていう段階だったんですよ、うん、でそこから解散になっていくじゃないですか、うん、それまでの中で何かがあったっていうことなんですかね。やっぱり蓄積なんですかね。蛍原さんは蓄積じゃないですか、うん、宮迫さんは気づいてないっていうだけで、そうそうそう、うん、それはダメですよ。自分がね問題を起こして相方に対して気づいてないっていうのは本当ダメですよ、うんうん、そこは一番最初に相方をフォローしないと、うん、まあまあこいつにもされてねえけどそうかこの線をピチンって切れたんだなって何回もありますもん。僕もやっぱりそれはもう何なんだよみたいな、なんかその蛍原さんの気持ちが分かるところもあるとおっしゃってますか。すげえ分かる、すげえ分かりますよ。その気持ちになった時に、うん、じゃあ例えばですけど1回は解散してしまったけれども、じゃあ再結成をしようとか、うん、そういう気持ちになるっていうこともあり得るんですか。いや分かんない。俺がもしくは宮迫さんとコンビを組んでたら蛍原さんなんかよりもっと前に辞めてると思うからね、うん、すらせえ宮迫さん俺性格だと思う、うん、山本の性格もあるし、うん、当たり前じゃねえからな。俺当たり前やと思ってて、長い付き合いしいちいち連絡せんでええやろが当たり前やと思ってて、そうなの。でも当たり前じゃなかったの、うん、宮迫さんって性格が悪いわけじゃないじゃないですか。はい、そう思いますよ。みんな大好きですよ、うん、宮迫さんのこと、うん、でも何なんですかねこの件に関して。一体何を踏み外し続けたんですかね。雨上がり決してのことより、はい、自分のことを優先したことが僕は許せなかったなと思いますよ。かー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 初めてかー初めてじゃないこんな表情初めて。いや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 、初めて聞いたな。いやだって、いや今槍でここ貫かれてみたいな感じそれって、はい、辛いですよね。辛いと思う、蛍原さん辛いと思う、うん、でもあの宮迫さんフォローするわけじゃないけど、うん、もう背に腹は変えられない、どうしたらいいんだっていう状況だったことも確か宮迫さんが、はい、でそこが見えなくなってしまってるっていうのも、なんとか俺生き残らないと、なんとかやんないと、 YouTube 始めないとっていうのは絶対あって、そう、うん、そこに一番足らなかったのはやっぱり報告なのよね。こまめに連絡を取って、雨上がり消し隊を一旦置くことになるかもしれないけど、一旦今は生きるためにこうするとかいうことをちゃんと報告するべきだったとこを、報告いちいちせんでも分かってくれるやろうの当たり前じ
じゃねえからなの当たり前やと思ってたっていうのが、うん、まあ、分かりますよ、うん、相方と一番恋愛しづらい人間ですからね。そう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 、うん、その雨上がり消したよりも宮迫っていう、うん、そういう気持ちって今思うとあったなとも思うんですか。まあ、宮迫というか今のこの状況を打開するにはどうすればいいかしか考えてなかったから、そこに雨上がり消したいを最優先、うん、舞台だけを目指して何もせずにずっと待つということが俺には絶対不可能だったから、動かないと自分がもう消えてしまう、終わってしまうと思い込んでたから、もしかすると、うん、ずっと待ってれば会社を辞めることもなく、うん、普通に舞台で復帰ができたのかもしれない。でも当時の精神状態、自分の思いの中ではそこが一番にはできなかったんですよね。でも蛍原さんはそこを待ってくれてたから。そういうことですよね。例えば山本さんが10年間の間で道明けから戻ろうぜっていう約束だけはしてたのね、はい、でそんな頻繁に連絡も全然取ってないの、はい、で何かあった時だけ話するっていう、もう年に1回も会わないぐらいだったよね当時ね、まあ、問題を起こした人間がテレビに出るっていうのはスポンサーさんも OK してくれて、それを全部やってっていう中で、その間に山本さんが一人で他で動いてしまうと、いろいろ動いてくれてるスタッフとか、あの周りの人間を全部台無しにしちゃうわけですよ。事務所も OK、 そしてフジテレビの上層部も OK、 スポンサーさんも OK っていう形をしっかり作り上げてくれてる人に顔向けできなくなっちゃう、間で何かをやっちゃうと。だから山本さんは10年間もっとこうやっぱお寺行ったりとか、もっと反省しろとか、ちゃんと頑張ってるとかっていうこともちゃんと世の中に知ってもらわなきゃダメだよみたいな話もしたし、で山本なりにいろいろ考えてやったりとかして、その間に何か始めたりとかしたら多分僕もプツンって切れてたかもしれない。だからそれはめっちゃ駅から戻るという目標が一個ぐーっとあって10年かかってしまったけど、例えば蛍原さんがアメトークから戻ろうと思ってて、宮迫さんがポーンって YouTube 始めたら、あれってなる気持ちは分かります。これは初めて宮迫さんに言いましたけど、うん、いやでもそのやり方でっていう考えには至らなかったですよね当時は。そうね、逆に言うとその、うん、極楽さんのやり方でその10年かかってるっていうところもなんかあったんですかね。まあ、山さんのあの事件の時の年齢と50を超えた年齢、万が一ここから10年還暦超えてからどう思って、なんか違うやん。まあ、そこを当時考えてたかどうかって違うかもしれないけど、なんか自分には時間がないっていう考え方になってしまったな。もうしょうがないよね、もうしょうがないよねそれね、うん、しょうがない、もうそれはもう本人の考えだから、コンビと家でも結局一人一人だから、蛍原さんにしてみたら、ええやん60になってからまたやってもええやんっていうぐらいの気持ちだったかもしれない、うん、そうそう、そこまでドーンって蛍原さんが待ってくれてたのに、いやいや今やってるのに全部台無しにするぞそれをやると、っていう気持ちになってしまったのかもしれないよね、うん、その結果ですよ。それぞれで立派に活躍してる現在は、まあ、今はあると思うんですよ。そうなんだよね、面白いもんだよね。コンビを解散したからどっちかが本当にもうご飯食べれなくなってるとかだったら話違うと思うんですけど、うんうんうん、宮迫さんも YouTube、 蛍原さんはテレビで、極楽さんも加藤さんもテレビで、で慶長も YouTube でやってるわけじゃないですか。でこの関係っていうのが僕こもう一個聞きたいんですよ。あ、いいよ全然。もう一個聞きたいのが、はい、インタビューの中で加藤さんが変な話もう極楽と思うじゃなくてもいいんだよねっていう発言をしてて、うんうんうん、それは